人がもう激減とか激減点がもうみんないなくなる、ね、大打撃大打撃もうね勘弁してほしい、もろに被害者の被害者です、被害者の会を結成しましょうやめたくなるんです、辛かった、いやもう離職率半端ないと思いますよね。そうです、そうです、言い方あれですけど、要は授業外にお金って払われるじゃないじゃないですか、はいはい、はい、では始まりました、もちゃチャンネルです。今回はですね、ポロポロさんにお越しいただきましてですね、ポロポロさんのいろいろ大変だった講師だったり出版社でも働いてましたから、あ、もう辛かったですねその辺の話をいろいろ聞いていきたいかな、はいはい、と思うんですけども、はい、まず大学はどちらでしたっけ。入った大学は東京外国語大学です。そうです、東京外国語大学の、はい、何語でした。ポルトガル語。そうですね、だからポルポルなんですね。そうです、はい、なんでポルポルな名前って言うかもしれないですけど失礼な、オブリガード、はい、オブリガード、それしか言えない、さすがにもっと言えない、いやもう全然忘れちゃった、もっとできますよね、言えません、もともとはブラジルに憧れて、あ、サッカーが好きなのがありましたね。あ、サッカーは、まあ、言語もともと好きっていうのと、はい、サッカーが好きでっていうので、まあ、重ねてポルトガル語を選びましたね、うんうん、普通に予備校行ってたんですもんね。このなんだっけ、同じヨゼミ、はい、なんだっけあれって、ヨゼミ、ヨゼミ忘れちゃいます僕の大事なところです、ヨゼミで、まあ、英語の中心で言うと富田先生、富田和彦先生に主に、はいはい、主にというか習って読解やってたんですかね、こう富田先生。ああ、富田先生はそう読解の授業受けてたかな、うん、新米予備校講師なわけじゃないですか。新米です、そうです、4月、2019年の4月から始めてます、はい、どうですか予備校は。予備校、僕今、はい、4技能、はいはい、この、なんだろう、この動画が出てる時には分かってる通り、うん、その民間の試験が、はいはい、前は民間試験を導入するっていう予定で、うん、みんないろんな予備校も4技能に向けて動いてたじゃないですか。そうですね、はい、なので それを銘打ってというのかな、はいはい、打って4技能学べますよっていうクラスの担当僕がしてるんですよ、はいはい、じゃあ人がもう激減とか激減点がもうみんないなくなるみたいな、もともと少ない、あ、やっぱり、もともとある学生は4技能って分かってきてるはずなのに、え、なんで話すとかやんなきゃいけないんですか、ね、いやいや待ってよみたいな、4技能って話す、入ってるからみたいな感じなんですけど、うん、そういう子もいるぐらい高校生の間でも話す、書くに対するアンテナっていうか、はいはい、あれが低いみたいな感じはありますね。で、今回民間が延期しちゃったんで、僕を冬季講習どうなるのか、あ、まだ生徒いるのかどうか、あ、それも分からない、分かんないですよ僕、ギリギリまで募集はするでしょうから、え、それ4技能って目打つんですか。まあスピーキングですもん完全に、それはどうなることやらですね、はい、僕もだから冬季講習どうなるか分からなくて、もうちょっと講座内容変えようかなと思ってるぐらい、もう読むだけにするとか今まで4技能って打てないじゃん、もう4技能ってやめてくださいみたいな、出ちゃってますね影響がいろんなところね、いやもう本当教える内容に影響が来ちゃってますね、なるほど、うん、そういう、え、それだけですか4技能。いや、そう、その講座だけ。はあ、じゃあ大打撃です、大打撃です、ね、もうね勘弁してほしい、ほんと、うわ、いろんな予備校もね、その4技能用にいろんな人雇ったりしてたんで、うん、ああ、もろに被害者が、被害者です、被害者の会を結成しましょう意味わかんないだ誰に呼びかけ、わかんない誰に呼びかけ、わかんない、これは大変ですね、大変です、来年からね、もう、はい、もういらないですなったら、もう予備校講師でもなくなっちゃいます、早い、早かったですね、森哲先生の塾で働かせてもらいたいですいやだほら新メンバーオーディションで、新メンバーオーディションで、それでね、それ再生数ほらいきなり稼げば収益そのまま上げますから打倒パト先生ということで、はい、で英語が好きになったっていうのは、なんかもともと小学校の時に、何だろう、地域の教室みたいなところで、はいはい、まあ、入らされてというか入れさせられて、うん、そこはまあ普通に楽しくやってたんですよね、うん、でその後、まあ中学校に入ったら、まあ、小学校の時 そのアドバンテージで、中学校は結構英語が得意科目になって、そこからまあ割とトントントンと伸び悩んだ時期とかもありましたけど、うん、講師になりたいとか思ったんですか。いや、もう人前で話すのできるようになった、少し顔がすぐ赤くなっちゃって、はいはいはい、もう人前で話すのダメだったんで、講師とかなりたくなかった、やってるけど、そうですね、あ、もう今もお城に塗ってそう、そう、実はね、そう、で、うん、就職するときは出版社、そう、ね、出版社 Z 会に入りました。そうですね、そう、はい、あの大学受験で有名なのかな、はい、で入ったらたまたまあの TOEIC を中心に扱う大学生社会人向けの部署に入ったんですよ、はいはいはい、でそこで本作りとか教室運営とかっていう、うん、まあ、いろいろその英語学習絡みのところに携わるようになりました。あ、教室運営とかもやってました、ね、あ、やってました。教室に出向いて事務的なこと、はいはいはい、先生のお手伝いみたいなこともしてましたね。へー、うん、
そんな感じでやってたんですね。何が辛かったですか、一番。やっぱちゃんと Z 会は隠しますから、A 会とか B 会とか。なんだろうな、辛かった。あ、まあでも一番辛かったのは企画、あの書籍の企画、はいはいはい、語学書を作ってたんですけど、うん、その作った時の作って企画を上げて、でそれを営業さんとか交えて、はい、あの企画、いわゆる企画会議をやった時にその企画をまとめるとかは、はい、もう本当もうやめたくなる、はい、もう辛かったです、なんで、いやもういろんな意見来るじゃないですか、はいはい、これがいいんじゃない、これがいいんじゃない、はいはい、それをもうまとめて一本筋の通った形にするのは、はい、辛かったですね。うまくまとめられなかった、この力のなさもあったと思うんですけど、いろんな人たちの意見をそうまとめるのが大変でしたね。編集側の意見と営業側の意見が真っ向に対立しちゃってどうしようかみたいな、はいはい、ありますね。ありあるあるあります、あります、うん、しょっちゅうありますよね。それでそこでだってね、営業が強いか編集が強いかのところによって全然変わっちゃいますからね。そう、ね、そういうのでね、結構悩まされたことは多々ありました、うん、なるほど。そこでこんな会社やめてやるって言ってやめたわけですね。そんなやめ方はしてないですけど、まあでもやめちゃいましたね。静岡だったんですよ、本社が。あ、はいはい、そうですね。そう、それが実は一番嫌だった。あ、遠か、遠い、東京に住みたかった。あ、通ってたんですよ、新幹線で。そっか、横浜。そう、横浜かなんかに住んでた時期があって、その時に新幹線で毎日通ってて、すごい、これやってられない、それで言ったわけですね。やってられない、何が Z 界でドラゴンボールかみたいな。どういうこと。ドラゴンボール Z。 なるほどね。最近とその企画をまとめるのね、まとめるのが大変で、うん、仕事自体自体は結構楽しかったです。本作ったりとか、うん、その教室名でいろんな受講生とか、うん、先生方とお話するのが好きだったので、うんうん、で、その後どうしたの。その後東京の出版社に、ディスカバー21っていう会社に入りましたね。センチュリー21みたいな。そう、大体そうやって間違えられる的なところなんですけど、ディスカバリーチャンネルとセンチュリー21が合体したみたいな。そう、それでよく間違える人がいっぱいいるんですけど、まあ、ビジネス書を主に出してる会社って言ったらいいのかな、うんうんうん、なんですよね。そこに入ったんですけど、語学書作りました、はい、結構、うん、だけど辛かった。え、何が。まあ企画をまとめるのも辛かったんですけど、まあ、結構ね、出版社っていろいろあるんだなってのが結構分かって、出版社っていうか出版業界、うん、Z 界は割と農産業じゃないけど、まあ、結構そんな感じだったんですけど、ディスカバーでは結構朝4時までやってるとかっていう時があったりとかして、まあ、その時まだ若かったんだけど体がついていかなかったりとかして、あ、まあ出版業界ありますからね、うん、憧れる人多いじゃないですか、出版業界って。まあなかなか大変な、離職率半端ないと思いますよね。そうそう、離職率半端ないです。出版業界って、うん、めちゃくちゃやめちゃいますよ。とかあと移っちゃうとか、他の出版社に移っちゃうとか、はいはい、結構よく聞きますね。編集者の人で、うん、同じところにずっといるっていう人なんか、うん、谷岡さんしか知らないですよ。3A ね、ネットワークの、うん、谷岡さん長いですね。他はみんな移っちゃって、そう、移ったりとか、そう、違う仕事に移ったり。だから50人ぐらいだから、今まで多分一緒に仕事してきた中で1人ぐらいしか結局同じ。そうなんですね。まあ辞める人が多いですね、編集の人はほぼ辞めちゃいます、ね。面白いんですよ、編集は、うん、いろんなことを組み合わせて順番変えてうまく伝わりやすくしたりとか、はい、結構面白い作業ではあるんですけど、なんか体力勝負なとこは結構ありますね、はいはいはい、体育会系というか、はいはいはい、うん、出版考える方ですね。お気をつけください。気をつけてください、はい、そんなプロフェッサーもですね、出してますので、そう、本を出す側に回っていろんなことが分かりました、はい。あと講師はどうですか、講師として。講師は始めたのは最初は大学で教え始めた。そう、なりたくなかったんですけど、はい、お誘いがあって、はい、もう今も教えてるんですけど、東京海洋大学という大学で、はいはいはい、TOEIC の担当をしてます。あ、海洋大学はなんか痛いよみたいな、こういうのお腹このいいかいよ痛いよって違いますっていう、そういう大学。ボケますね。ボケます。そういう大学でしたっけ。生物とか食品業業業業っていう大学ですよね。まさにそうです、はい、業業の先生がいる学校です。ギョギョギョの先生あったりしないんですか。しない、僕あったことない。 あんまりいらっしゃらないらしい。取ってるみたいな、ないですか。やったら大変でしょ。あのあれつけたらまあ授業してるのかなってらしいですけどね。なんかその東京海洋大学バージョンのなんか色違いっていうか、はい、要はテレビに出るようじゃない用があるっていう噂を聞いたことがあります、これは僕も噂レベルなので。教え始めたわけね。そう、教え始めました。どうでした、大学で。いきなりだってそんな人前に立つのが嫌だったのに。そのワンクッション手前では勉強会、要は学習者が集まって、はいはい、有志で集まって、で学習者で満点とか取った人がなんか教えるみたいな、はいはい、今もう結構一般的じゃないですか、はいはいはい、そこで講師役みたいなのをやらせてもらったのがきっかけで、まあ、そこでちょっと度胸がついたというか、うんうんうん、よかったですみたいな調子にして、はいはいはい、あ、じゃあちょっと教えられるのかなとか、ね、はい、思いつつ、ただ
職業にはならないなと思ってたんですけど、誘いいただいてやってみたら、多分29とかで始めたんですよ、はいはい、おそらく、はい、大学生とまあ年がそんなに離れてなかった分、はいはい、なんかコミュニケーションが取りやすく始めていくにあたっては割と始めやすい雰囲気でしたね。恥ずかしながらも頑張って教えたことによって学生がついてくるみたいな、うん、あと国立ですしね。そうですね、海外より、まあ、できる子が多いんでね、多いですね。大学によってもいろいろあると思うんですけど。そうですね、うん、海洋大だけですか。一時期専門学校の神田外語学院でも教えてた時期はあります。来ない人が当然多くない。もういますね、入ってきてたりしますね。そういうクラスはもう担当したり、上の方のクラスも担当していろいろやりましたね。楽しかったですか。どう楽しかった。あ、まあ、今もやってるのでやっぱ楽しい、うん、そうなんですね、人の成長を見るのは結構、うん、楽しみ。一番辛い、辛いのは何だろう。授業の準備でもそれも楽しいかな。へ、僕ね体力ないんですよ、講師として致命的なんですけど、はい、体力ないんで、なんかコマがめちゃめちゃ続くとかは普通に物理的に、はい、体力的に辛い、言い方あれですけど、はい、要は授業外にお金って払われないじゃないですか、はいはい、まあ、よくある問題ですけど、 そうですね、はい、そこかな。そこがまあちょっとストレスではあったかな。なんか授業準備だったり、こんだけやってんのに、そうコピーとかすごい取ってる時間とか、そういう時間とかも全然支払われないのはなんか、うん、みたいなのがありましたね。そうですね、うん、そういうのはよくある悩みですよね、うん、先生あるあるですね。先生ある、うん、でまあいろんなねセミナーとかも、あ、そうです、個人でやり始めて、ね、ったりとか、はい、もうあれ言ってましたもんね、セミナーの価格が大変だった。あ、そう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 、あんまり大声では言えないんですけど、まあ、でも大声 になっちゃってるんですけどね、はい、学習者の方でやるセミナーっていうのは結構ね、はい、お安いというかお手頃な価格なの で、ね、自分でこうセミナーをやった時にやっぱ比べると、もう価格だけ比べると結構なんか何倍と違ったりするの で、ね、はいはい、なんかそこのね、あの価格の設定とかはなかなか難しいなとは思います。まあ、自分のね授業のクオリティを上げていけばいい、はいはい、っちゃいいんですけど、うん、僕らもそうしょっちゅう言われますからね、高すぎるってしょっちゅう言われます。あ、森哲先生も、はい、へえ、やっぱだトイックのセミナーの値段がね下がってきちゃってるんで ね、それで言われちゃうわけですけどね、うんうんうん、他ありますか。今やっててこれが辛い、フリーランスですもうあるわけですからね。あ、仕事の量に波があること、今講師やってることと、あともう一個その編集もフリーとして受けてるんですけど、はいはいはい、その編集の仕事が毎月一定量来るわけじゃなくて、はいはいはい、一気にガッて来たりとか、はいはいはい、逆にない時期はないとかで、その不安定さっていうフリーランスはありますもんね。あるあるですね、思いますね。大変ですもん、だってね養っていかなきゃいけないわけですからね。そうなんです。妻子パートに出てそうそうな、子供も夜な夜なみんなで、そうです、追ってますもんね。おっしゃる通りです。もう悲しい、もう飾れない涙なしで飾る馬とか、そうそうそう、いつの時代なんですかね、分かんないけど講師になるとか出版働く人ですね、うんうん、大変だと思いますんで、考えた上 です、ね、そうですね、不安定さとかありますので、うん、参考にしてもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、本日はポロポロさんにおいでいただきました、はい、ありがとうございました。